今回は私一人だけ。ブローニャお姉ちゃん、お願い、もう一人の私、もう一人の私、仕方ない、うん、違う、今は行動に移す時だよ。頑張ろう、きっとできるはずだから。はい、今のところ役に立ちそうな発見はありませんが、大きな危険にも遭遇してません。わかりました。須匠さんの方も今のところ同じ状況です。それと趣味消しが観測した情報によると、ゼーレさんの現在位置から次の小型世界の泡に移動することができます。こちらでゲニウスの信号拡大機能を使い転送ポイントを作ります。その場で少し待機してください。伝送路は安定しています。その先を探索してください、ゼーレさん。わかりました。結論はどうだった？放射性同位体の測量結果は他の未知の要素による影響を受けていなければ、この遺跡の建造年代はおよそ20万年前でしょう。本当に息苦しさを覚える結果ね。怖くなりましたか？もちろん。ただそれと同時に面白いとも思ったわ。面白いですか？ええ、とてもミステリアスな未知の現象だと思わない？それに運命が重いほど反抗する価値がある。そうでしょう。こちらでゼールさん。今、多分。なるほど。実は須匠さんも世界、ゼールさんはその言語が。はい、言われ。いいえ、それはまだ。もしかしたらあなたと世界の泡の間に。え？そんなの本当にありえるんですか？あなたも私のように自身のユニタリー性を失ったことがあるなのです。だから世界から情報を補足する方法も普通の人間と少し違うのかもしれないなのです。残影というものはもともと世界の泡を構築する一部なのです。部外者の私たちと違い、その情報は世界の泡自身の空間構造に記録されているなのです。もしあなたに世界の泡を感じる力があるなら、あなたにとって言語の違いという障害は存在しないなのです。思想を味わうことも可能なのですから。似たような理由から別の集団にとっても言語はその障害にはならないと思うなのですが、それについて話すと少し話題がずれるなのです。とにかく実際の状況がこうなのです。おそらく私たちは対策時にあるミスをしたと思うなのです。それってゼーレさんたちに別々に行動してもらったことでしょうか？はい、ゼーレさんの情報収集能力の方がより高いなら、須匠さんが単独行動する意味はあまりないなのです。確かに。それなら彼女に連絡してみましょう。そうだったの？わかった。ゼーレにもこっちに来てもらった方がいいね。私がこの世界の泡を離れたら、その中の物事は再び動き出して私が体験した時の状況に戻る。
ゼーレにもこの世界の泡の記録に触れてもらおうって、そういう意味なんだよね、シュレーディンガー博士。そうなのです。じゃあこうしよう、私が趣味消しに合わせて情報があると思われる小型世界の泡を素早く確認して、その後ゼーレが中に含まれている情報を見る。ええ、私たちもそう考えています。そんな風に役割を分担した方が私たちの探索効率をより上げられると思います。うん、じゃあこれで決まりだね。私がいる区域までゼーレを案内してあげて。ゼーレさんも問題ないですよね。はい、私ももっと役に立ちたいと思っています。わかりました。ではゼーレさんが次に行く世界の泡の座標をこう設定し、そしてこう。できました。その先は須匠さんが発見した世界の泡です。記録されている内容の確認をお願いしますね、ゼーレさん。わかりました、行ってきます。避難所計画の進捗はどうなってるの？工事の設計プランならすでにメビウスが作った組織の内部審査をクリアしたよ。今ある唯一の難題は経費かもしれない。え？審査部門はこのプロジェクトの経費に対して何か言っていたの？現有している真相行動を使って現地調達した方が予算を大幅に節約できるってさ。どの避難所も深さが20キロ以上あるからね。でも妥協するつもりはないんでしょ？もちろん。最悪の事態を考えると私たちの避難所は他の建物とは無関係の方がいい。そうすることで初めて終焉を迎えても最大限生き残れるはずだから。つまり彼らを説得できる方法を思いついたからわざわざ月までやってきた、そういうことよね？おや、さすがはメイ博士、私のことをよく理解してくれてるね。その通り。今回は月のボーリングコアを持ち帰るつもりなんだ。そうすれば彼らも私たちの測量結果がシステムの誤差だとは言えないでしょ。ついでに彼らに教えてあげて。私の計画書では避難所の存在そのものが火種計画の前提になってるってね。え？火種計画？やっと計画書が出来上がったの？本当はできていないの。その必要もないし、だけどそれは来たる新世代のために多くを用意することの妨げにはならないわ。そうすることで今のようにその時代の崩壊が抑えきれないものになってしまう可能性があるとしても？ええ、そうだとしてもね、一部の角度から考えれば早めに崩壊と向き合った方がそれなりのメリットがあるもの。何があったとしてもあらかじめ律者を目覚めさせる術なんて彼らは持てないしね。もちろんよ、私たちのもう一つの計画がその状況でもスムーズに実現できるなら。そうでしょ、17号。私ですか？なんとなく全文明の出来事のように感じます。避難所の話だったなのですね。イエローストーン基地は
全文明の避難所を改築したものですし、ソルトレイク基地もそれを模倣したものなのです。つまりこの時代の人間がゼーレさんが話した会話を残したとは考えにくいなのです。待って、それじゃあニューアトラにあった遺跡も火を追うかですね。そう、その名前前にも誰かが口にしてたんだ。月が支配する世界の泡の中には火を追うがに関する多くの情報が保存されています。それはつまり。ん？どうかしたの？いいえ、何でもありません。まだ確証を得ていない考えですから。もしかしたら全文明の人たちは聖魂覚醒者が月に来ることを予測済みで、その上で聖魂計画を含めた全てが彼らの未来図の一つに過ぎないとしたら。いえ、何があっても今すべきことに変わりはありません。私たちは何としても地球に連絡する方法を見つけ、仲間の安否を確認しなければなりません。そうである以上、月の近くにある世界の泡は探索する価値があります。つまり失敗する可能性があるとしても、私たちは今最もすべきことをしている、そういうことですよね。はい。それに有益な情報も少し入手しました。ただあまりにもわずかで、まだ全貌が見えていないだけです。あちゃ、噂をすれば影が差すというのかな。あの喋る人影がまた現れたんだ。新しい座標を送るね。はい、受け取りました。ゲニウスが表示する座標がますます複雑になったようですが、これは正常な現象ですよね。はい、よく見てくださいなのです。これらの小型の世界の泡に対応するフラクタル次元が不安定なようなのです。何らかの外力の影響かもしれないなのです。聖魂計画のでしょうか。わからないなのです。とにかくさらなる判断をするのに必要な情報はまだ足りないなのです。だから次もお願いするなのです、ゼーレさん。はい、任せてください。ここは他の世界の泡よりずっとボロボロ、まるで崩れて何もなくなった空間みたい。月に着いたね、17号。はい、月に到着しました。計画通りに行けば私たちはここで終焉の律者に挑むことになります。ですが事実に基づいて話すと、今回の私たちの行動に勝算があるとは思えません。そうだね、私もそう思う。みんなそう思ってるだろうね。それは、私たちは成し遂げなければならないことをするまでだよ。バルドはずっと楽観主義者ですね。そうかもしれないね。でも知ってる？今日彼女が担当するのは必ず犠牲になると言える仕事なんだ。必ず犠牲になる？そう、彼女は終焉の律者が目覚めた瞬間、自分のあらゆる幸運をかけてあの扉を開けないといけない。君がこれから侵入するあの扉をね。ですが終焉の律者を休眠状態にしてから対応することはできませんか。私たちの攻撃なら一時的になら可能ですよね。そうだけど、終焉の律者の活動が止まったら、
扉を開けるチャンスも一緒に消えるんだ。だからそれを開けるのは誰であれ、融合戦士でも資料となる崩壊エネルギーを近くで受けなければならない。そう、君も見たでしょ。それでもパルドは少しもひるんでないの。きっと死が怖くないわけじゃないと思うんだ。彼女はただ私たちと同じように自分しかやり遂げることができない運命を背負ってるだけだよ。あなたたちの運命はこうなるはずではありませんでした。うん、私もそう思うよ。エリシアがかつて私たちと一緒に撮影したあの映画のように、古武術が得意なフア、釣りと昼寝が好きなパルド、医者のスー、夜遅くまで働くサクラ、インドア派の私、冷たいコードを打つケビン、お菓子作りが上手なセンゴ、それから大学教授のメビウス、高校生のコズマ、有名な画家のグレーシュ、黄金の庭園の大家のエデン、夜勤看護師のアポニア、そしてフリーターだけどピンクの妖精さんという愛称でネットではかなり有名人のエリシア。それこそが私たちが得られるはずだった平凡で普通の運命。そうでしょ。でもケビンが言ったように、僕たちは知っている。この世界はもう救えないと。それでも僕たちはヒーローにならなければならない。つまり弱く無力で自分を卑下する存在でも自分のために生まれた意味を作りたくなるものでしょ。できるだけあなたたちの意味が無駄にならないようにします。ありがとう。でもできれば君にはそれを自分の意義だと思ってほしい。また消えちゃった。どうやら今のは過去の人たちが終焉の律者と対峙した時の記録みたい。早くみんなに教えないと。え？ここの信号は少し不安定だからもう少し待つことになるかも。誰？緊張しないでゼーレちゃん、敵意はないよ。たまたま空間信号が不安定な状況になったからこうして現れただけなの。あなたはこの世界の泡の人じゃないですよね。もちろん。だってこの世界の泡はこんなに小さくてボロボロでしょ。ここに残ったあらゆるものは外の人になんて反応しないよ。彼女たちはただの映像、それ以外の何でもないの。今敵意はないって言いましたね。じゃあ私たちを助けに来たんですか。それに関してははいって言いたいけど、残念ながら今の私はまだ何もできないの。私が手にした知識じゃあなたたちにとっては円錐かつを救わずかも。でもなんて言えばいいのかな、少なくとも空間信号が不安定な時にこうして現れて暗闇の中であなたたちの話し相手になることはできるよ。とはいえどうか私の名前は聞かないで。ほら人には言っちゃうといろいろ不都合な秘密があるから。わかりました。じゃあ別の質問をしてもいいですか。どうして私の名前を知ってるんですか。あなたに会ったことがあるからだよ。未来の漁師の海で、だけどね、あ、変わった表現を使っちゃった。私は時間結晶で生きる命だから、あなたとは過去と未来に関する認識が大きく違うかもしれない。でもそうなるとあなたにとっては
未来も過去の一部になるんですか？そうでもないよ。空間結晶のように時間結晶も絶対的に対象というわけじゃない。私自身にとって未来は過去と運が共に織り出すものだから。ただ名前というものには十分な安定性があり、偶然の要素で変化したりしない。だからあなたの名前を呼べるんだよ、ゼーレ・フェレライちゃん。じゃああなたは何らかの形の未来人ってことですか？うん、そうとも言えるかな。そしてその理由もはっきりしてる。成婚計画だよ。すでに気づいてると思うけど、成婚計画のせいで地球の空間が歪み、強制的にあなたたちを月へと送った。工学的に言うとそんな大規模な空間改造にミスがないわけがないよね。その結果の一つとして私を誕生させた時間結晶が構築されたの。もともとマユが支配する世界ではそんな現象が発生する可能性はないんだけど、成婚計画によってあなたたちの世界は一時的に軌道から外れたから。その過程は終焉の律者が世界を破滅させることと同じ論理だけど、あの人たちにとってはむしろ終焉から世界を救う行為になってる。あの人たちってユルムンガンドのことですか？もちろんだよ。あんなに大胆で無謀なことをする人は他にいないでしょ。そしてあなたたちの使命は彼らと終焉を止めることだよね。確かにそうだとは思いますが、正直に言うと私たちも石橋を叩いて渡ってるような感じです。その点においては心配ないと思うよ。だって本当にすごいことはいつも考えながら行動する中で実現するからね。戦略を練って遠くから勝利を得るなんて結局性的社会の一つの現象に過ぎないよ。現代においても通用するかは問題と分析次第だもん。でも考えてみればそうだよね。私がここに現れることができるなら、ある意味ではあなたたちを助けられると思う。あなたたちは今漁師の海を通して価値のある世界の泡を見つけようとしてる。それは間違ってないよね。はい、そういうことになります。なら時間結晶の中の存在である私はデコヒーレンスの過程をある程度逆転させて、あなたたちと最も関係のある世界の泡の位置を見つけ出せる。そうしたら私たちはその座標を通して地球に戻れるんですね。ううん、それはできないと思うよ。そこも月の付属空間、かつて何度も終焉に壊されたところだから。地球に戻る方法じゃなくて、あなたたちが見つけられるのはむしろ知っている相手かもしれないね。キアナ、早く起きてください。キアナ、私はどこにいるの？見せてあげた。これから語られるのは規則の話です。しかしその前に一つ質問に答えてほしい。あなたは神の存在を信じていますか？あなたは神の存在をどう理解していますか？あの疎遠で奇怪な意志はあらゆるものを理解し支配している。しかしそれならなぜ誰もその姿を見たことがないのでしょう？今日私たちはその答えを見つけ出さなければなりません。キアナ、早く起きてください。キアナ、
私はどこにいるの？今のはブローニャの声。ブローニャはなんで天命本部に来たのかな。私夢でも見てるのかな。でもその前に私は天命の訓練場に到着したばかりのはずだよね。勝手に寝ちゃって明晰夢まで見てるのかな。でも悪くないね、こういう不便さも久しぶりだと結構新鮮だから。そうだよね、自分から目覚めることができないなら周りを見てみよう。もしかしたら面白い記憶が出てくるかも。楽勝です。やっぱりブローニャの声だ、聞き間違いじゃなかったね。そんなに不安定なんだ。でもあんなに明るい感じのブローニャが私の夢の中に出てくるなんて少し意外かも。おかしい、どうして四季の律者の夢を見てるんだろう。そうですね、ケビン、私たちは結局違う道を歩いてきました。友か敵か選びなさい。やっぱり前と同じなんだね。まずい、やっぱりうまく使えません。ブローニャ、ブローニャ、どこにいるの。まさかこれはそもそも。やっぱりこれは夢じゃなかった。けどどうして律者の力が自由に使えない。私の番。
なんとかして抜け出さないと。キアナ、呪詛詐欺全部そう展開。ブローニャ、本当にブローニャなんだね。大丈夫ですかキアナ。うん、ブローニャのおかげだよ。でも一体どういうことなの、あの怪物は。漁師の影です。そしてここは紛れもなく漁師の海です。漁師の海、つまり私がさっき見たのは。おそらく世界の泡の間に散らばっている投影でしょう。でも漁師の海に入るなんて一眠りでできるような簡単なことじゃないよね。ここに来る前、私は天命の訓練場にいたはずなのに。そうだ、あの時私は着いたばかりのデュランダルに挨拶してたんだっけ。やっぱり適応具合によるのかもしれません。ブローニャに至っては意識がある状態でここに来ました。あの時予兆もなく空間に波動が生まれたんです。なので今いるここが何らかの大規模な現像の中だという可能性も完全には否定できません。それって大巨山で四季の律者と遭遇した時みたいな。ええ、でも少しデタラメなその状況を除けば、残るのは何らかの力が空間と対象の制限を無視し相手を強制的に移動させ漁師の海に封印したという可能性だけです。それに比べたら現像の方がまだ気分がいいかもしれません。もしそういった複数人を強制移動させる手段が本当に存在するなら、きっとブローニャたちだけに使われることはないはずですから。それはさておき、ここはブローニャが開演の目に入った時とは微妙に違うとはいえ、目立ったほころびはないようです。なのでもしここが現像だとしたら、漁師の海をよく知ってる誰かがここを作ったということになります。そっか、でもその微妙な違いって何？ここは理論上はほとんど発生しない特殊な状況に陥っているようです。なんて言えばいいのでしょう。そうですね、今ブローニャたちがいる漁師の海に属する空間は征服されたものと言えるかもしれません。原理はまだ分かりませんが、とある世界の泡が境界を破ってこの海域を自身の衛星または付属ユニットにしたようです。そんなことありえるの？普通はありえませんですが、いえ、とにかくここを出てみないと、いくら推測しても意味はないと思います。これもブローニャたちがここを出なければならない理由の一つですね。倒しても倒しきれないみたいだね。ブローニャ、どうすればいいの？ブローニャは先ほどの方法で火力支援し道を開きます。キアナはその方向へ行き突破してください。分かった。キアナのターン。ところでもあるの？ブローニャたちの存在に気づくまで漁師の影はずっと特定の方向に向かっていました。まるで兵力を集結させているみたいに。
それってブローニャが話してた漁師の海の征服と関係あるの？わかりませんが、怪しいと思います。けどブローニャもリツシャの力を使えないの？漁師の海にいる時の副作用とかじゃないよね？はい、それはもう一つの説明がつかないことです。おそらく相手の目的は、いいえ、証拠も不十分ですし、判断するには時期尚早です。ブローニャが心配している方向へと向かってないことを願っています。奴ら空間を攻撃してる？やっぱりこういった征服にも相当な代価が必要なようですね。この漁師の影たちは征服を行ったものではなく、むしろその結果なのでしょう。漁師の海にある一部の空間を世界の泡に入れた時に、数えきれないほどの敵もやってきたってことかな。つまりあそこが開演の目みたいな接続点なんだよね。でもこういった延々と続くような規模を突破するには、リツシャの力を使えない今の状況では、少なくともブローニャたち以外の3つ目の力にサポートしてもらう必要がありますね。つまり今は警察に進むべきじゃないかもしれないってこと？私はそんなに理論とかを知ってるわけじゃないけど、向こうの世界の泡が有効的なものだって誰も保証できないんだよね。そうですね。とはいえ、どうしたのブローニャ？ここは手分けして行動しましょう。漁師の海に残って影たちと戦い続けるより、向こうにある世界の泡に潜むリスクを選んだ方が安全かもしれません。ここでくるくる回っていても誰かの助けを待つだけになってしまいます。ましてやなぜ律者の力が制限されているのかを明らかにするのは無理でしょう。ブローニャは重装ウサギと共に漁師の影を引きつけます。あとはキアナの得意分野ですね。その間を利用してここの空間の壁を壊せばいいの？はい、力任せで構いません。そして新しい道を、もしくはブローニャたちが考えている力を見つけてください。うん、キアナの心配はわかります。ですが重曹ウサギのサポートもありますし、ブローニャの方がより多くの時間を稼げます。それにキアナは空の律者の力も持っています。今は制限を受けていますが、1は必ず0より大きい、そうですよね。ですからもし担当を交換してしまうと、より効率が悪くなります。別にそんなことは考えてないよブローニャ。さっき合流した時もブローニャは新しい戦術を試してたんだよね。無差別な火力を密集させ敵を制圧しつつ、仲間を傷つけないようにリアルタイムで正確にコントロールし誘導する。それは
断りの律者だけが実現可能な戦術でしょ。それはどうでしょう。しかし重要なのは、断りの律者の力は無形のものにも一部は機能するというところです。たとえ全力を発揮できない状況でも。例えば戦術や計略とかにもってこと？そう解釈しても構いません。具体的に言えば、精密機器の工場で 3D プリントの技術を使ってコストを削減するという方が近いかもしれませんが私その方面の知識はわからないや。でも十分に訓練をしていないような状況ではやっぱりリスクがあるんだよね。大丈夫です。相手はキアナですから。ええ、そういうことです。相手はキアナですから、うまくできるに決まってます私も同じだよ。相手はブローニャだから心配してないし。でも本当に戦い始める前にやっぱりどうしても言っておきたいんだ。気をつけてってね。矛盾してるかな人間は矛盾を抱えている生き物ですからね。もちろんできるだけ気をつけます。では急ぎましょう、キアナ。それと空の律者の力はまだ自由に使えないんですよね。高い場所から落ちた時の着地の姿勢はまだ覚えてますか？高い場所から落ちた時？大丈夫です。初めてではありませんし、少し痛くなるだけです。だよブローニャ。今考えてみればやっぱり余計な心配だったね。ブローニャは自分の力を使って着実に一歩ずつ遠くを目指してる。そうだよね。それでこそ断りの律者だもん私も着実に一歩ずつ任されたことをこなさなきゃ。目的は分かったけど有効な手段はまだ分からないしね。でも何事も始めが大事。まずはやってみないと。